皆様ご機嫌いかがでしょうタイム、司会のドルチェ神谷です。長きにわたりお送りしてきたプリンセスリーグ2012もいよいよ決勝戦。まずは決勝戦のルールをちゃちゃっとご説明しちゃいましょう。決勝の対戦形式はライブバトル。両者このスタジオでライブパフォーマンスを行い、観客の皆様からのジャッジをもとに勝敗を決定するというガチンコバトル。特徴的なのはスタジオに設置された専用バトルステージ。2組のアイドルにそれぞれステージが用意され、同時にライブを行ってしまうという画期的なバトルシステムがこのプリンセスリーグの特徴となります。勝敗は観客からの指示により決定。ライブパフォーマンスの最中、観客の皆様には優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと移動していただきます。最終的にパフォーマンス終了時点で多くの観客を集めたアイドルが勝者となります。決勝戦の対戦は計3ラウンド。第1ラウンドはポップ対決。アイドルとしての可愛さと歌唱力を総合的に争います。第2ラウンドはダンスナンバー対決。アップテンポの曲に合わせたダンスはもちろん、いかに観客を盛り上げるようなライブパフォーマンスができるかが勝負のポイントとなります。第1ラウンド、第2ラウンドの対戦で相手の組よりも多くのポイントを獲得していた場合、最終決戦となるファイナルラウンドでの戦いでボーナスポイントをアドバンテージとして加算することができます。第1ラウンド、第2ラウンドでの結果が勝敗の行方に大きな影響を与えるシステムとなっています。激戦に勝ち見事優勝したアイドルには大手レコード会社との契約、メジャーデビューが約束されます。おっと、会場のボルテージは早くも上がってきているようですね。アイドルたちの登場が待ちきれない、待ちきれないですか。 OK、 そろそろ準備ができたようです。大変お待たせしました。それではトップアイドルを目指す2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル。パーフェクトに調和の取れたダンスと完成度の高いハーモニーが最大の魅力。結成以来飛ぶ鳥を落とす勢いで人気急上昇中、連戦連勝のスーパーアイドルユニット T-SETキャッカ両乱のアイドル戦国時代に突如として現れた逸材。荒削りなダイヤの原石は果たしてこのプリンセスリーグで夢をつかみ取ることができるのか。沢村アルカ、さあどちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは参りましょう。レディーゴー。
はるかちゃん、 T セットの2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただしこのステージはライブバトル、どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？見事第一ラウンドを制したのは、沢村はるかだ！おめでとう！はるかちゃんの魅力全開のライブだったね。はい、ありがとうございます。全てを出し切った、そんな感じの、めっちゃいい顔してるね。はい、始まる前はすごく緊張していて、でも始まったらワクワクした気持ちが抑えきれなくて、あっという間に時間が過ぎていきました。応援してくれたファンに一言どうぞ。こんな大勢の方の前で歌ったのは初めてだったので、すごく緊張したんですけど、観客の皆さんに選んでいただけてすごく嬉しいです。第2ラウンドも今日のパフォーマンスを超えられるように頑張ります。はるかちゃん、サンキューです。プレッシャーをうまく乗り越え、自分のものにしたはるかちゃんの今後の活躍が楽しみです。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴り止みません。しかし残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。 愛しさの傷口は羽をなくした鳥なの。ねえあなたはそんなに悲しく笑うの？愛しさの傷口は羽を
アルカちゃん、 Z セットの2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただしこのステージはライブバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？優勝の行方を大きく左右する第2ラウンドを制したのは、ファイナルラウンドに向けて期待できる結果になったんじゃない？はい、とっても嬉しいです。ファイナルラウンドですが、自信はどう？抱負を聞かせてください。正直、自信はありません。でも、優勝したい気持ちは誰よりも強く持っています。だから、ファイナルラウンドでは私の思いを届けられるように精一杯頑張ります。アルカちゃん、サンキューです。とても強い意気込みを感じるコメントでした。これはファイナルラウンド期待するしかないでしょう。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。
丸くじゃん、 T セットの2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。正直感動を抑えきれません。どちらも文句のつけようがないライブを見せてくれました。会場の皆様もそう思いますよね。しかしご存知の通り、この後の結果発表で優勝が決まっちゃうんです。皆様の気持ちは十分伝わってきます。ですが、はい、たった今集計が終わったようです。じゃあ結果発表の前に両アイドルにコメントをいただきましょうか。 T セットの2人、決勝戦を戦い終えて今の気持ちはどうでしょう？自分たちのパフォーマンスを出し切りました。結果発表が楽しみです。アルカちゃん、今のお気持ちは？結果発表はこれからですけど、今はとってもすがすがしい気持ちでいっぱいです。はい、二組ともありがとうございました。さて、いつまでも余韻に浸っているわけにはいきません。はるかちゃん、 T セットのお二人、そして会場の皆様、心の準備はよろしいでしょうか？よろしいですね。それでは結果発表です。プリンセスリーグ2012、数々の戦いを乗り越え栄えあるプリンセスの座に輝いたのは、アルカちゃん、見事今年のプリンセスに選ばれました。アルカちゃん、私、そうです、君が今年のプリンセスですよ。さて、はるかちゃん、プリンセスとしての最初のお仕事をしてもらいましょうか。会場に来ている皆様、そしてテレビを見ているファンにメッセージをお願いします。はい、わかりました。何もかも未熟な私が今ここでプリンセスになれたのは、応援してくれた皆さんのおかげです。会場にいる人、テレビの前で応援してくれている人、私を支えてくれている人、皆さんの思いが伝わってきたから私も信じることができました。どんなに遠く離れていても思いを届けることができるんだって。私の思い届いたかな？お送りしてまいりましたプリンセスリーグも、そろそろお別れの時間となってしまいました。会場の熱気も冷めやらぬ中ではありますが、この辺で失礼したいと思います。それではまた来年のプリンセスリーグでお会いしましょう。 Goodbye! See you next time!